ほーら、動かないで。男の子なんだからこのくらい我慢です。そんなこと言ったって、しみるもんはしみるって。そういうホムラはどうなのさ。私はこんなのへっちゃらで。痛い。今わざとでしょ。わざとやりましたよね。ねえ。やってないやってない、普通に塗っただけ。嘘、こう塗りましたよ。お前ら、ちょっと見せてみろ。なんてこった。こりゃ一体どうしたってんだ。どうしてブレードであるお前が傷を負ったままなんだ。しかもレックスと同じ場所に。信じられん。そんなことってあるのか。でも事実。ただのアクセサリーかと思ってたぜ。んなわけあるかっての。ブレードはどんな傷を負ったとしてもすぐに回復する。コアを破壊されるか、ドライバーが死なない限り不死身だ。しかしお前らは。まあ仕方ないよ、こうなっちゃったんだから。困ったもんだな。これじゃどっちがぶっ倒れてもアウトじゃないか。一人前のドライバーはブレードを守るんだろ。なら俺はホムラを守ってみせる。口で言うほど簡単なことじゃないぞ。バンダムさん、俺さ、この命をくれたホムラのために二度と死なないって決めたんだ。だから絶対に死なない。そして必ず楽園に行ってみせる、ホムラと一緒にね。レックス、お前楽園に行く？聞き捨てなりませんね。困るんですよ、脇役ごときに出しゃばった真似をされるとね。脚本が台無しじゃないですか。義経。裏切り者に名前を呼ばれる覚えはありませんよ。裏切り者、裏切り者。ミヤちゃんってばとんだ悪女だったってわけだ。私は裏切ってなんかない。なら、なぜそこに？そこがあなたの居場所とでも。私は…おい、あいつは何者だ。多分、ホムラを狙ってるイーラって連中だ。イーラだと？義経、あんたなんだってここに。そりゃあそこの天の聖杯ですよ。主演女優の姿くらい見ておきたいじゃないですか。真の差し金かい。ご明察。ああ、そうそう、シンからあなたのことは好きにするようにって言われました。意味は分かりますよね。シンが嘘だ。おや、ショック。まさか見限られないとでも思ってた？お花畑すぎるでしょう。ともあれ、あなたたちの出番はここで終わりです。さあ、まとめて退場してください。バンダムさん、これまでイーラの手で多くのドライバーがその命を奪われてきた。俺たち傭兵団だって例外じゃねえ。コアを奪うのがその目的って話だ。そうか、奴がイーラの義経。ユウ、ゾウ、村の連中を避難させろ。わかったっす。お前ら。さあ。はい。悪いね。当然だろ。いいかい、あいつのブレイド・カムイは空間のエーテルエネルギーを操って、こっちが使う属性とは相反する場を一瞬で作り出すことができるんだ。つまり気の抜けねえ敵ってことだな。